いつが鏡込んで野菜を食い出した時がチャンスだぞ。はいよ、父ちゃん。太郎はモッドクレロンを塩漬けにした。怪獣の体の中に詰まっている野菜のエネルギーを抜き取るためだ。モッドクレロン。
怪獣を使って地球上のビタミン C を根こそぎ奪おうとした宇宙人の企みはこうして阻まれた。タロー！辛抱な怪獣だ。え？